レッドゼッペリンライブの歴史。1971年11月13日、スコットランド・ダンディー・ケアードホールでのライブでございます。3日目、しかも3日連続ということもありまして、ロバート・プラントはあまり無理のない歌い方というのを模索しているようでございます。1971年のゼッペリン、ロバート・プラントのボーカルですから、例えば天国への階段の最後のシャウトなどは、高音で歌い切ってもらいたいところでございますが、まあいつまでも剛速球ばかり投げていては、まあ、体が壊れてしまいますので、そろそろ変化球も投げようかと、そういう時期に差し掛かってきたんじゃないでしょうか。さて、実はこの音源はアコースティック以降の録音がちょっと辛いものになっておりまして、よほどのマニアじゃないとまともに聞くことはできない、ような感じになってしまっております。最後のウィークエンド、エディ・コクランのカバーですが、まあ、これはまともに聴けるようでございます。ではどうぞ聴ける範囲でお楽しみくださいませ。
So this is one of the new album. This is called Black Dog. Thank you.
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 You know what I mean? Yeah. And this is one town that has a world full. Hello!
amongst us all for about 6 years. It's always been the same, a great parade of people. And listen, listen, and every time that you pour some butter, these people have to come in. So if you want to remove all that, with you watching it instead. Yeah. レッド・ゼッペリンの真髄はライブにあり、年代別にお届けいたしますので、どうぞ今後もお楽しみくださいませ。ではまた会いましょう。 See you next time!